温かいご紹介ご招聘をいただきありがとうございます。日本に来ることができ非常に嬉しく思っております。素晴らしい先生方と共にここに参りまして、改めて本庄先生京都賞を受賞なさったことをお祝い申し上げたいと思います。私は私たちがどうやってクリスパーカス9という技術を手に入れるに至ったのかということを話すにあたって自然にどんなメカニズムがあるのか、バクテリアがどういう働きをしているのかと、バクテリアが細菌に侵入をして侵入した細菌を捕食しようとするそのような現象から始まったということを話していきたいと思っています。シンプルだけれども非常に優れた自然のメカニズムがあるからこそそれを技術に転換することができるのだと思います。まずこれはサイエンスというジャーナルの3年前に、エリザベス・フェニシンという方が夏のサイエンスに書いた記事です。クリスパーという分野についてそれが熱狂的になっていると、バクテリアの免疫システムを使ってゲノム編集技術を革命することができる、これを使えば正確に遺伝子ゲノムを標的とする生物に入れていくことができるということを報告してくださいました。そのためには生物学のいろんなところで命について知らなければいけません。私たちは疾患を基本的なレベルで理解しなければいけないと思います。がんであったり心臓疾患、遺伝疾患、脳の病気があります。そんな病気がどのようなメカニズムで発生するのかということを分子細胞レベルで理解したいと思っております。また命のメカニズム、そして病気の原因などをいろいろな生物で知りたいと思っています。またどんな経路があってどんな分子があるかということが分かれば新しい技術、新しい治療法にもつながると思います。予防できる、治癒できる、それは薬であったり手術であったりするかもしれません。またクリスパーキャスを使って遺伝子医学、そして遺伝子の手術が可能になってくるのではないかと思います。多くの研究者が感染症の研究をしています。クリスパーキャスの9、私たちは研究所で実はどんなバックグラウンドがあってこのバクテリアがにを原因とする病気が起こるのかということを知りたかった。またそういった研究を通じてどんな経路パスウェイが新しい治療薬治療方法の開発に有用になるのかということを知りたいと思いました。そして新しい技術の開発につながったんです。たくさんの分子生物学のツールを使いました。そしてもともとバクテリアの研究に端を発したものがたくさんあったと思います。これまでこの生物学の世界にはたくさんのマイルストーンがあったと思います。重要なものしか挙げておりませんけれども、19世紀にすでにいろいろのルール原則というのが遺伝学で明らかになりました。例えば種の起源、また対立遺伝子の分離、そして DNA を単理したのは1871年であります。そして1944年 DNA が遺伝情報を持っていることが分かり、53年には二重らせんであるということが分かり、そして遺伝暗号を DNA が持っているということが分かりました。遺伝子の機能が分かったんです。ここにあるのは重要なこのツール側の基本であります。70年代に多くの研究がなされて酵素が分かってきました。
酵素が DNA を切ることによる、あるいはつなぐ酵素があるということが分かりました。またそういった酵素はもともとウイルス、バクテリア起源のものであります。そして感染を受けたときに、ウイルス感染を受けたバクテリアがどういう反応するのかということを研究することで、 DNA を増幅したり配列を決定することができるようになりました。そして全ゲノムの配列決定の話が先ほどございましたが、これは原核生物、そして高度生物、人間についてもできるようになっております。ゲノムからいろんなことが分かり、そしてその情報とゲノムの情報と遺伝子の機能がつながるようになってきました。またこの調節する RNA、 これが遺伝子の発現を高等生物などでも働いているということが分かってきました。 RNA の干渉というふうに言われております。遺伝子の発現をノックダウンするのが RNA の干渉の高等生物における役割です。それからヌクレアーゼが2種、それをエンジニアリングすることによって、いわゆる編集、ゲノム編集ができるようになってきました。どのような細胞でも、どのような生物においてもできる。ヌクレアーゼはもともとは、そのもともとの機能というのは自然のヌクレアーゼ、ジンクフィンガーネクレアーゼ、そしてクリスパーキャス9はと同じように特定のゲノム上の配列を認識し、そして DNA の二重鎖を切断し、その上で遺伝子を改変しようということをやっている。そこは変わりません、私たちの方法と。ですからツールとしてはクリスパーキャス9というのは違いますけれども、これまでの方法というのはなかなか使いにくい、うまくいったりうまくいきにくい場所があったりする、したがって使いにくいということがありました。技術のデザイニングの力がなければ作りにくかった、それを変えたのがクリスパーキャス9です。よりシンプルにしたということです。私たちのシステムは2つのコンポーネンスを使っています。まずタンパク質、これはブルーで書いてあります。そして RNA という別の成分があります。これはプログラム化することができます。 DNA はこれです。これをターゲットにするんですが、そして酵素をガイドするのが RNA です。自然には2つのクリスパーと、トレーサーの RNA というふうに2つあります。自然界では2つの RNA がつながって仕事をする。しかし私の方法はリンカーを使っています。またリンカーをつけず2つの RNA でそのまま使うこともできます。このシステムというのは RNA の部分を、このグリーンのところですけれども、これを好きな配列に変えることができまして、それに合った DNA の配列を認識し、そして改変することができます。もう一つこのシステムの特徴にはパムというモチーフがあります。プロトスペーサーアジエセントモチーフと言っております。ヌクレオタイドが少し短く伸びたものなんですけれども、それがターゲットとした DNA の近くにいなければいけません。ガイド RNA の下流になければいけません。システムがいかに DNA を認識するかという話は後ほどしますけれども、非常に簡便であります。 RNA の部分をプログラミングすることができる。どのゲノムを改変したいかということに合わせて RNA をプログラムする。そしてこれはヌクレアーゼですが、これが独立して一つ一つのターゲットとした DNA の鎖を切ります。今日はどうやってこのシステムを開発したのかという話をしたいと思います。私たちのラボではいろんなバクテリア、細菌、人の病気を起こす細菌を研究してきました。特に
ステロコーカスパイジョネス、これはグループ A と呼ばれている連鎖球菌で、可能連鎖球菌というふうに呼ばれています。この赤と緑に分けておりますけれども、これは上皮細胞です、咽頭です。そしてそれをグリーンにしておきました。赤が病原菌、菌でバクテリアであります。分かりやすいように色分けをしただけなんですけども、でラボで理解しようとしたのは、さまざまな株をバクテリアにから取ってきまして、そしてそれを使ってどんな攻撃メカニズムを持っているのか、プロテインあるいは RNA ですけれども、どのファクターが重要なのか、あるいはこの環境の中でバクテリアが、すなわち人間の体に入ったときにバクテリアがどのようにして環境に適応するのか、そしてホストをどのように攻撃するのか、この臨床から単離されたバクテリアの菌というのは非常に多様なものであります。またヒトホスト側も防御のシステムを持っています。病原菌が入ったときに体の方も、人間の体の方も防御します。これを感染生物学と呼んでおります。高度生物がバクテリアの感染を起きたときに、あるいはウイルス真菌をの感染を起きたときです。ただ感染というのはそのレベルだけではありません。バクテリアをホストとして、それに移動性の遺伝物質が感染することがあります。そしてバクテリアにとっては新しい形質が取り込まれるきっかけにも なってしまうんです。通常はこうファージあるいはプラスミッド を考えますけれども、そしてこのファージですとかプラスミッドの要素がバクテリアに入ることによって、バクテリアの形質が変わって、適応しやすくなることがあります。ファージの感染です。バクテリアを感染するときに侵入していまして、自分の DNA をバクテリアに入れる、これが陽菌サイクルになりますと、このバクテリアから由来の物質が出てきますので、細胞は死んでしまう、陽菌しまいです。下にありますのがこのライソジェニックサイクル、陽原性と言われているウイルスの場合ですけれども、このウイルスのゲノムがバクテリアの遺伝子とつながることで、融合することで新しい遺伝子となり、そしてこの新しい遺伝子がバクテリアの増殖とともに増殖をしていきます。クリスパーカスというのは、実はバクテリアがこういった移動性の遺伝子エレメントから自らを守るための防御であります。このシステムをバクテリア自身が使っているのだということです。そして制限酵素が発見されて、分子生物学が大きく変わりました。そしてこのバクテリアがどういった酵素を持っているのかということを研究の基礎としています。このキャスパークリスパーキャスの技術の中で重要なのは、バクテリアの中にはいろんなシステムがあります。そして私たちと同じように自然免疫、獲得免疫があります。クリスパーカスというのはいわゆる獲得免疫、免疫、適応免疫であります。すべてのバクテリア、すべての戸籍にあるわけではありません。バクテリアの半分ぐらいです。そして戸籍菌の 90% については、複数あるシステムの一つであるということです。でクリスパーというのは非常に長いものを短くしています。キャスというのはクリスパーアンス関連のということです。で、パリンドロミックリピートについては後ほど触れたいと思います。この免疫のシステムにはメモリーの段階があります。バクテリアがウイルスの感染のことを覚えていく、続いて
システムの必要なコンポーネントを発現する、これが2つ目の段階です。そしてクリスパーカスのコンポーネントがこの2回目に入ってきた侵入してきたファージを認識して干渉するというのが3つ目の段階です。クリスパーキャスのローカスです。そしてクリスパーアレイというのがあります。 DNA の領域の中でプロモーターがあるところですので、クリスパーアレイが発現されます。 RNA コンポーネントとして発現されます。そしてここに短いリピートがあります。小さな配列、同じものなんです。その間に配列がありまして、これがグリーンのところです。これはスペーサーと言われている配列ですが、これはゲノムごとに違うものなんです。一つ一つ違います。クリスパーアレイが RNA コンポーネントとして発現されまして、それから一連の遺伝子ここにあります。これはオペロン、ここにクリスパーアソシエティッドプロテイン、タンパク質がコーディングされています。このタンパク質の、そして RNA がそこに情報として載っている。最初のメモリタイゼーション、メモリ化の段階ですが、実はスペーサーを取得します。トランスフォゾンですとかプラスミドから来た、こういった外から入ってくる遺伝子、この場合はファージです。ファージがバクテリアを感染しますと、その中にクリスパーキャスシステムがある場合には、この入ってきた侵入してきたファージの遺伝子を認識して、そしてその遺伝子をクリスパーアレイのところに取り込みます。これがこの記憶をしているファージから感染したということを、ファージの遺伝子の一部を自分のゲノムに入れることで記憶を残す、これが最初の段階です。そして発現の段階です。クリスパーアレイが転写されまして、この長い RNA 分子となります。これが切断されるんです。このプロテイン、オペロンによってコーディングされますが、それで切断されて、こういうふうなリピートシークエンスが生まれます。これは解剖型のヘアピン構造を持っています。でこのカスオペロンによって認識されて、このように RNA が長いものが切断されて、自然な RNA が生まれます。それぞれ異なった短い RNA でありまして、それぞれに特定のファージ、外来のファージの配列を持っています。でこれがガイドになりまして、このカスオペロンによってコーディングされたタンパクを呼び込み、そして侵入する DNA を認識します。そしてそれは緑のガイド RNA の配列部分と、それに対応する双方型のファージ型の配列の双方性によって認識され、認識されましたらば、それが侵入するものだとして切断されます。これがクリスパーカスのシステムでありまして、このような基準であるというふうに考えました。で実はこのクリスパーカスのシステムというのは様々多様性を持っています。このように大きな進化を経てきたということで、最近の分野でもこのような進化があったことが分かります。先ほどの話にも出てきた通りです。これはシステムの多様性が見られるのは、主にこの遺伝子のクリスパー関連遺伝子をとコーディングしたところでありまして、大きく2つのクラスに分けることが可能です。でクラス1のシステムの方でありますが、このように数多くのクリスパー関連遺伝子を持っている一方で、クラス2の方はもっと数が少ないです。例えばインターフェアランス、干渉の段階におきまして、これはオレンジと黄色のところでありますが、1つの遺伝子しかありません。一方でクラス1、タイプ1、タイプ3に関しましても、っと数多くの遺伝子が見られます。でここの部分です。で原則的に言って、基準というのは一つの RNA モレキュールが記憶されたその標的配列を記憶しており、そしてこれがクリスパーの酵素と協力して標的となる侵入ゲノムを認識し対峙するわけです。でこのシステム
はこのようにさまざまであり、歴史の中で解明されてまいりました。重要な点としては、まずはクリスパーカスのロカスを日本のグループが87年に発見したということです。このようなリピートの配列が大腸菌の配列に見られるということなんです。しかし機能は分かりませんでした。さらにまた他の科学者が発見したことがあります。このようなリピートにはこのようなスペーサーが間に入っているということ、そして RNA はさまざまなサイズであるということを見つけました。さらにこのような移動性の遺伝子配列、この部分はこのオペロンの近くにあって、ここについてはここの部分は明らかに、DNA、RNA、それから DNA、RNA を切断する役割に関連しているということであります。で、実際このシステムは RNA に介入されるあるいは中和される適応免疫システムであるということでありまして、マイクロ RNA、 それから小さい干渉 RNA と同じような感じです。でその他の生物学者がいろんな研究を行い、そして2007年にサイエンスに発表された内容があります。これは実際には適応免疫システムになっていて、まずは認識が起こり、そしてこれは最初のアプリケーションとしてバイオテクノロジーに用いられ、そしてこの自然に組み込まれた可能連鎖球菌のシステムであって、そしてそこにおきましてはそこに侵入してくるファージをこの可能連鎖球菌がこのシステムを使ってで殺しているということが乳業の分野で分かりました。さらにタイプ1、タイプ3のシステムをさらに研究し、この RNA の分子のところ、そしてクリスパー関連遺伝子のところが非常に複雑になっているということが分かりました。スタン・ブラウン、ジャン・ヴァンデア・アース、それからマイケル・ターン、ルチェノ・マーフィン、タナ、その他の科学者が非常に優れた研究を行っております。私たちのラボで焦点を当てたのはタイプ2であります。でこの可能連鎖球菌でありますが、ここのところは臨床の単粒株でありまして、2つのシステムが分かりました。1つはタイプ1であったわけです。でこれはしかしが私たちが勉強したのはタイプ2の方です。でクリスパーキャス9になぜ特に関心を示したかというと、このような sRNA に着目したんです。でこれも私たちの研究室でさらに研究しました。遺伝子発現に関連して sRNA を調べたんです。このスモール RNA というのは遺伝子発現の制御において重要です。 RNA というこの分子、例えばメッセンジャー RNA でありますが、これは DNA からタンパク質をつなぐ存在であり、さらにまたこの翻訳につきましても重要であります。しかしながらスモール RNA、 こちらの方はバクテリアの分野ではスモールレギュラトリー RNA と言われており、他の分野でおきましてはマイクロ RNA などなどと呼ばれています。このバクテリアにおいてのスモールレギュラトリー RNA でありますが、メッセンジャー RNA のアンチセンスメカニズムを直接ターゲットとして制御発現レベルを変える、あるいはこの翻訳を阻害するということもあります。あるいはタンパク質を直接ターゲットとしてそれを活性化したり、あるいはもともとの機能から隔離するということを行います。しかしながらここで欠けているのは DNA です。スモール RNA というのは直接 DNA をターゲットとして何らかの形で DNA に影響を与えるのかどうかという点です。さらにもう一つまだ分かっていなかったのは、このスモールレギュラトリー RNA による制御というのは別のスモールレギュラトリー RNA の発現制御にも関わっているのかどうかということです。この
2つでありますが、 RNA に仲介された重要な免疫においては重要な問題でありました。で、数年にわたって私たちはさらにこのレギュラトリー RNA の研究をするということで、いくつかの私もレギュラトリー RNA の研究を行いました。で、こちらの方でありますが、いくつかのスモールレギュラトリー RNA について分かったことであります。で、まあ、当時はこれらの場所におきまして、転写され、そして興味深い役割を遺伝子発現の制御において果たしているということが分かりました。特にこのトレーサー RNA と呼ばれているスモール RNA であります。この RNA はとても重要でありました。というのも、これはノーザンプロットの解析でありますが、よく記述されています。このバクテリアにおいての転写は構成的に発現していて、この発現でありますが、バクテリアの成長、その早期から後期にわたって継続的に発現している、これは3種について見たられております。さらにまたこの RNA の分子については遺伝子で、当時はクリスパーシステム関連のタンパク質と言われているところの近くにある2つのニュークリアドメインがあり、さらにまた HNH ライクなニュークリアドメイン、そこの近くにあるということが分かりました。で、実際これは現在Cas9 のパンタック質をコーディングしている遺伝子だということが分かっています。その近くになるところです。で、このトレーサー RNA の分子を研究する中で、メッセンジャー RNA、これはこのターゲットとなります。で、そして、トレーサー RNA というのがメッセンジャー RNA の発現に影響を与え、そして何らかの形でこの毒性因子の発現も制御しているということが分かります。さらにまたアンチセンス、トレーサー RNA、メッセンジャー RNA の間の相互作用でありますが、アンチセンスの機能は見つかりませんでした。ちょっと理由は分かりません。トレーサー RNA の機能の獲得でありますが、トレーサー RNA はこのような Cas9 の上流に存在します。この2型クリスパーキャスローカス、これは Cas9 タンパクをコーディングしている遺伝子の部分で分かりますが、この上流にあるということなんです。トレーサー RNA はひょっとしたらこちらのシステムの活性および機能に何らかの重要な意味を持っているのではないかというふうに考えました。詳細に示すことはできませんが、バイオケミカルなアプローチを使いまして、この研究においてこのタイプ2のシステムの機能を理解するために遺伝子のツールを使うことにしました。これはアメリカで開発されていたツールでありまして、それを使ってで、非常に正確に、細菌の遺伝子を切除したり、あるいは挿入したりというやり方であります。で、いくつかの実験を示しています。で、トレーサー RNA というこの RNA はその配列の中にアンチリピート領域を持っています。で、それを使ってそれぞれのより長い RNA モレキュールのリピートの対になり、そしてデュプレックス複合体を形成します。で、これは Cas9 によって安定化されます。で、 RNA の構造を見て、そしてこの2つの RNA からなった複合体という構造を安定化するのです。そして、RNAズ3が RNA のこの複合の構造を認識し、そして切断します。そうしますとこのような中間体のクリスパー RNA が形成されます。これはまだトレーサー RNA に結合しています。で、これを未知のエクスコあるいはエンドヌクリアハゼによって処理されて、このような単一の成熟した RNA となります。これはこの緑のシーケンス、これがファージのゲノムのターゲットに対するところ、それからこの部分でありますが、ここはまだトレーサー RNA とCRRNA の複合体からなって Cas9 によって安定化されています。で、このようなステップであります。で、私たちの予測としては、これはトレーサー RNA はこれで終わりではないと。トレーサー RNA は
この RNAS3 の切断と、あるいはその RNA の成熟にとって重要であるということです。で、RNAS3 のこの関連のメカニズムは非常に面白いということが分かりました。ここのメカニズムにおいては、小さいインターフェリング RNA、マイクロ RNA、という、あるいはその他あの RNA3 のような機能に関連しているということです。で、このようなメカニズム、タイプ1、タイプ3のメカニズムであります。ここに1つのタンパクと、それから2つの RNA があります。1つの RNA と複雑複合体のタンパク質ではありません。ということで、このような複合体がまさにファージーのゲノムを認識、そしてそれを切断するということが考えられました。で、バイオケミストリーでこれを実際に実証しようということになりました。本当に最低限必要なこのシステムの部分はどこなのかということです。ということで、このシステムはこのような可能連鎖球菌で活性を持っていることがありました。このシークエンス配列はさまざまなファージをターゲットにしています。原則的に見てこの可能連鎖球菌というのはさまざまなファージを対象とし、さまざまな配列を組み込み、そして場合によってはその毒性を高めるということです。で、このシステムでありますが、ファージの実験を行って活性するかがあることが分かりました。で、プラスミートを使っています。で、実際このような野生型の可燃連鎖球菌の場合でありますが、ファージのゲノムがバクテリアの中に侵入します。そうしますとクロスパーキャスのシステムによって認識され、そして切断されます。ということはそのファージの DNA が破壊されるということです。つまりファージの陽原化というのは行われないということであり、さらにまた毒性因子は新たに獲得されることはありません。一方でクリスパー RNA をノックアウトする、あるいはその他の例えばトレーサー RNA、 あるいはキャス9の遺伝子、あるいはこの RNA ゼで RNA を成熟化させるための遺伝子をノックアウトしてしまうと、このファージの DNA がこのように細菌の細胞に侵入し、バクテリアの配列の中に組み込められるということで陽原化が起こるのです。で、このような仕組みになっている、よってこれらをノックアウトしてしまうということはとても重要な意味を持っているとか分かりました。重要な実験を行いました。一番重要だったかと思います。まあ、いずれも重要なんですけれども、このゲノムのターゲットをするときに、これはファージの DNA です。これをシステムはターゲットします。ここにパームという、この短い、配列があります。2つの例を出していますけれども、このグリーンはこれはマチュアな成熟したもので、ターゲットを取ることができます。そしてこちらはトレーサーの RNA です。このパムの配列が重要なんです。これがあるからできることがあります。生物学的にはケベック、シルバマヌのグループが示したように、クリパスのカス9のシステムが認識できる DNA をできるのはパムがあるからこそだということです。で、トレーサー RNA がきちんと認識できるかどうかということをつながってきます。これはコンプレックス複合体です。で、いろんな RNA が2つ、タンパク質があります。そして DNA のをターゲットをして、そして DNA を切断する非常にシンプルなものなんですが、これはサーキュラーのものと、そして直線的なものです。そして DNA を切断したかどうかということを、このバンドを比較することで見ることができます。これはトレーサー RNA が入ったときに切断されているということ、そして Cas9
を2つの RNA がこの配列に特異的にガイドする。そのためには PAM という3つのベースペア、2つの NGG の可能性があります。そして切断ができる。酵素にはこのドメインがあって、PAM のシーケンスを配列を DNA の中で探して認識をします。そしてホモロジーを探します。システムがやるのは配列の中でこの相同性がクリスパー RNA との間にあるものを探す。そしてここで DNA をオープンして認識をして、そして R ループというものを作ります。ここで酵素が DNA を2つのドメインを使ってプロテインの構造を変えながら RNA あるいは DNA を使ってターゲット DNA との間のホモロジーがあるか、あればコンフォメーションを変えて、そして切断をしていく、こういった経路があるということが分かってまいりました。自然界ではこのシステムは2つの RNA を使っています。非常に効率のいいシステムです。自然界においてこのままのタンパク質、自然のタンパク質を使ってよりシンプルにしたらいいと思いました。ですからよりシンプルにするためにリンカーをつけてシングルガイドの RNA にしました。もともと2つ自然界にある RNA をつないで1つのガイドにしたんです。これを高度生物に適用するためにはヌクリアローカライゼーションドメインというものを入れています。このバクテリア Cas9 とヌクリアローカライゼーションというドメインをこの融合させることでプロテインのコードの使い方、人のにおける発現を良くするという必要がありました。また RNA にはターゲットとなる配列があります。ただ NGG の上流であればという条件があります。それさえあれば認識できるということです。このシステム非常にうまくいきましたので、このシステムはどんなタイプの生物であってもこれまで試験したところで使えそうだ。コドンの使い方さえ操作すればいい、非常に効率のいいものだということが分かりました。もともとはこの可能連鎖球菌の研究から始まったものなんですが、広い意味では2型のクリスパー Cas9 についてもこの進化を遂げてきたものです。配列、タンパク質の配列、そして RNA とトレーサー RNA のリピートを種の間で比較をしますとかなりのバリエーションがあります。タンパク質の方は保存されてきている、DNA を切断とするということですが、あれの方はかなりの多様性があります。PAM のところは特に違いがあります。バクテリアで見られるシステムはいずれもさまざまなモチーフを DNA について認識できる。したがってツールボックスがあるということです。バクテリア自身が持っている。クリスパーのキャスナというのはジンクフィンガーニュクレアゼあるいはタレント同じことをやっています。やってることは同じなんですけども、認識のやり方が違うというだけです。コードを使って認識をする、タンパク質に入っている新しいタンパク質を作らなければいけないのがジンクフィンガーのニュクレアゼあるいはタレの方法です。クリスパーの場合には RNA の部分だけプログラミングすればより容易だということです。そしていずれにせよこのリデューサーを切断します。その次に起こることですが、2つのメカニズムがあります。右側ですけれども、非相同性の末端結合という修復のシステムがあります。DNA が切断されて小さいあるいは大きいインデルがゲノムの中に入ります。ですから結出する部分が大きくなったり小さくなったりします。
これは配列特異的に、ここにホモロジーのドナーがありますと、左側の場合ですけれども、ここにミューテーションを導入することができる、新しい配列を入れることができる、入れたいところに入れることができる、これは左側の方法です。すでに予測をしたんですが、このシステムはゲノムの編集に大きい可能性があるのではないかというふうに開発当時から言われておりました。非常に有用だというふうに思っています。人間の重篤な遺伝疾患などにも有効だと思います。他の方法と比べて非常に効率がいい、そしてより安価にできます。また多様であります。説明は後ほど。それから多重化することはできます。デザインすれば RNA を同時に複数入れておいて、ゲノムの別のところを同時にターゲットすることはできます。フレーバーを与えることができる、特異性が高い。オフターゲットの影響は確かにありますけれども、今でも開発を続けて特異性を上げようとしています。毒性が低い。これからやらなければいけないのは、デリバリーのシステムを開発するということです。この技術をより効率的に細胞に届けるということが必要だと思います。メカニズム、エンジニアリングの方法について論文を発表してから7ヶ月後、このバクテリア、あるいは植物でも人間の細胞でも、さらでもいろいろな細胞に使えそうだということが研究者の間で分かってきました。これを使えば遺伝子の機能の知識がより分かってくるだろうということが分かりました。人間の細胞、などもそうですが、この多くの研究者が研究を進めてくださっています。 Cas9 のトゥールボックスにはいろんなツールがあります。直接ターゲットすることもできます。小さい大きなものを入れる、シークエンスを入れることができます。あるいは配列を取り替えることもできます。そしてこのシステムはヌクレアーゼのドメインが2つあります。それで切断するので、1つだけ変異させて、2つの DNA2 本とも切らないようにするという方法もできます。1つのドメインだけノックアウトする、 RNA のプログラムをして、この1本だけ鎖を切るというようなこともできます。その技術を使えば、このシステム自体をトランスフォームを変えて、そのターゲットの相手を、ヌクレアーゼに2つのノックアウトできる部位があります。 RNA は好きなようにプログラムできる、 DNA を結合すると言っても、特定の領域については切断しない、そして特定の RNA を発現させたり、あるいはその発現 RNA をシステム上でコントロールすることができます。そうしますと、この特定の配列について転写を制限することもできます。これが D です。またこのエフェクタドメインをフューズ、融合させることができます。このドメインが入っていれば、エピジェネティックなマークを DNA 上で変えることができますので、エピジェネティクスを理解することができます。こちらの場合にはマーカーを入れます。この特定の配列に特異的にマーカーを入れることもできます。この方法を使えば、イメージング画像ですね、遺伝の座がどこに、ローカスがどこにあるかということが分かります。どんどんと新しい開発、新しい知見が増えてきていると思います。このシステムは先ほど申し上げましたように、タイプ2のクリスパーキャスのシステムです。キャス9の構想というのは、前は違う内容がありました。 CS1 とか Cas5 ですとか、この文献によっては違う名前がありますが、このようにゲノムをバクテリアについて比較しますと、トレーサー RNA が
どこにあるのか、ローカスを見たところ、バクテリアの種ごとにこのタイプ2の場合にはトレーサー RNA があるということが分かりました。350を超えるバクテリアで見つかっています。で、この系譜を考えていくことができます。これは Cas9 のコーディング、そしてトレーサー RNA の分子の部分です。そこでリピートの配列、これが必ず配列が違っています。バクテリアの種の間で違います。2型のバクテリアの間でも、ただ共進化が見られます。デュプレックスの RNA としてはそれ全体としては保存されています。共進化をしている。そしてその見方で、この A 型 ABC ありますけれども、2型をタイプ2を分類しますと、 Cas9 のタンパク質はクリスパーキャスのアーキテクチャだということが分かりました。またいろいろなグループ分けをしますと、系統を見ますと Cas9 に特異的なグループがあります。そして Cas9 のタンパク質の配列と特定のアーキテクチャ、構造とのつながりが分かりました。このようにマトリックスにして、こちらはタンパク質を系統的に分けて、グリーンであればデュアルの RNA は同じグループに入っているものであればこの2つでうまくいく、しかし他のグループに属するもの同士ではこの2つはうまくいきません。多様性があり、そして遺伝子のコンサーベーションもありということで、研究者としてはそれがどのような影響があるかということを知りたいと思います。いろんなコンポーネントがあるわけですから、どのコンポーネントを組み合わせてうまくいくのかということを理解する際に、このバクテリアの種がどのような系統を持って進化してきたかということを理解するのは重要だと思います。うまくいくものを知りたい、バクテリアの種の中にはうまくいかない、高度生物ではうまくいかないシステムもあるかもしれませんので、このようにCas9 のタンパク質、小さいもの、大きいもの、いろいろあります。そしてその中で最小限必要な部分はどこなのかということを知りたいと思っています。またシステムのミニマムどこだけあれば必要なのか、遺伝子的なツールであれば最小限必要なものだけで短いものでできる方がいいわけですから、それはどこなのかを知ろうとしています。クリスパーカス9を生物学でどのように適用できるかということなんですが、例えば遺伝子の機能を理解するということで新しい作物を開発する、あるいは合成生物学パスウェイ新しく作る、あるいは人においての医療でおいてであります。例えば遺伝子のツール、これはとても使いやすいです。遺伝子の発現をさまざまな形で制御できる、それにまた非常に正確に遺伝子学を処理することができるし、遺伝子の機能もよりよく分かる、さらに新しいパスウェイの発見にも使うことが可能で、さらにまた疾患モデルで実際の臨床により近いものを作る、動物モデルですとか、あるいは人か動物モデルのようなものを作るのに役立つ、さらにまた新しい治療薬のターゲットを発見したり、あるいは新しいそのターゲット、あるいは新薬の開発の検証にも使う、さらにベッドからベンチ、臨床から研究へということで、先ほどお話がありましたが、ますます遺伝子、人間の患者さんのゲノムの配列が決定するようになきました。さまざまな突然変異が一般的なものもあれば、あるいは突然変異の中では特定の疾患の素因になるようなものもあるということで、その突然変異にも関連させ特定の疾患の本当に原因になっているのかどうかということを検証する、あるいは直接治療に使う人間の遺伝子疾患の治療です。例えばセルセラピー、細胞療法と組み合わせるというのはエクスビボのアプローチ、患者さんから細胞を取ってきて、そして修復して患者さんに戻すということ、あるいはインビボのアプローチでやって
って、本当に患者さんを直接的に、治癒させる方法にするという開発も可能でしょう。さらに、比較的簡単なタイプを勉強してきましたが、次にこのシステム、新しいタイプも研究しています。 CPF1 というタンパクでありますが、これがその切断の役割を2つ果たすことができるというものです。これは別のノベリシラという細菌でありますが、 RNA が作られます。でこの酵素の領域、この一つは RNA を認識します。よってここの部分が RNA 切断の役、それからもう一つ成熟した RNA ができますと、このタンパク質をこの侵入してくる DNA に対してガイドしていく、そしてこの5ヌクレオチド5プライムのオーバーハングを使うことによって切断していくというシステムです。このようなシステムも自然界に存在しています。他にもいろんなクリスパー関連タンパクでクラス 2に関連するものも研究されてまいりました。それからこのタンパク質でありますが、 DNA を認識し、そして覚えてゲノムに組み込んでいくということで、記憶にも関連しています。でこれによって新たなメカニズムが分かったり、あるいは再建においての研究が進んで、またゲノム編集の新しい方法として活用が拡大していきます。で私の研究はこの梅尾大学などスウェーデンの勉強や研究が多いんですが、しかしながらオーストラリアのウィーン大学で始めたものであります。さらに現在はヘルモート感染症研究センター、さらにまたはマックス・プランク研究所でも研究しています。これはプリスパーキャス9の研究に関連してくださったチリスキーさん、デルチーバさん、さらにまたクリスパー CPF1 の研究に関与してくださった皆さん、それから RNA のシークエンシング、それから成熟というのがシステムの第一ステップとして必要だということ、それから干渉についてはマーチン・ジュネック先生らと協力し、システムの構造、さらにまた DNA 干渉のバイオケミストリーの研究をしてください。さらにまた進化についてはグループイジン・クーニンの方の活動があります。この2つの企業は私がコーファウンダーとして利益相反のある企業ということで、最後に開示いたしました。ありがとうございました。